今日の運行開始を記念したセレモニー。どうぞ。遊覧船は岡山城近くの船着き場から出発します。この船はですね、岡山城ちょっと上の部分がね、ちょっとこう色が変わっていると思うんですが、それをちょっともう焼けてしまった後に石組みをしたということで、新しい石垣になっております。コースは相生橋から鶴見橋までを往復するおよそ3キロ。ガイドの説明付きでおよそ30分間の船の旅です。こうして歴史に触れながら自然を感じることもできて、市内中心部にいながら非日常を感じることができます。このクルーズは岡山市などが旭川周辺のにぎわい創出事業として、おととし去年と実験的に運航。利用者からの評価が高く、安全性も確認できたため、運航する岡山旭川遊覧クルーズが定期運航することになりました。結構皆さん、いろんな方に乗っていただけるということが分かりました。国内外の観光のお客様にはぜひ乗船していただいて、楽しんでいただきたいと。岡山県の方にこの素晴らしい景色をぜひ再確認をしていただきたいと思ってます。岡山旭川遊覧クルーズは毎日午前10時から1時間ごとに1日8便運航されます。